ドライバーの皆さん、この後も安全運転、Do Safety で。お伝えします。名古屋高速の状況です。名古屋高速が車の火災のため通行止めになっています。1号楠木線北行きの楠木と11号小牧線北行きの豊山南の間が車の火災のため通行止めです。高速道路の状況です。東名阪道の亀山方面に向かう下り線は弥富インターで工事のため3キロの渋滞。渋滞の通過におよそ10分かかっています。中央道の長野県方面に向かう上り線は土岐ジャンクションで工事のため4キロの渋滞です。上り線の多治見インターから土岐インターまでの所要時間はおよそ15分かかっています。伊勢湾岸道の四日市方面に向かう下り線は飛島ジャンクション付近に先ほどまで故障車が止まっていた影響で渋滞しています。福井県内の北陸道は大雨に伴う災害のため金沢方面に向かう下り線の敦賀インターと今城インターの間が通行止めになっています。解除になるのは今月末頃になる見込みです。北陸方面にお出かけの方は東海北陸道などをご利用ください。日本道路交通情報センターの石橋でした。 FMI1 トラフィック、次の情報は11時40分ごろお伝えします。Ride on my radio FMI1。